ウィートンは、イリノイ州デュページ軍にある都市。デュページ軍の軍庁所在地。シカゴから西に約4 0 k m 離れた位置にある。2010年の国勢調査によると人口は52,894人で、2018年7月には53,150人と推計されている。イリノイ州の都市の中では27番目の人口を有する。インディアン移住法によると、 ウィートン氏は1831年から1837年の間に設置された。1837年に、ウォーレン・ウィートンが町の中心に260ヘクタールの土地の所有を宣言。さらにその兄弟のジェシー・ウィートンが臨地120ヘクタールの所有を宣言した。また、同時期にニューイングランドから複数の入植者がこの土地に訪れた。 この町は1890年4月24日に市に格上げされ、初代市長にはジャジー・ゲイリーが選ばれた。彼の息子、エラスタス・ゲイリーはインディアナ州、ゲイリーの創設者である。ウィートンにあるデュページ郡庁舎1857年、イリノイ州議会はデュページ郡庁をネイパービルに残すか、ガリーナシカゴ・ユニオン鉄道沿いで郡の中央に位置する。 ウィートンに移すかを決定する議決を実施した。その結果、ネイパービルが1542対762の大差をつけて勝利した。しかし、対立は次の10年間も続き1867年に再度議決が行われた。この議決ではウィートンが1686対1635の僅差で勝利し、ウィートン氏は2万ドルの費用を投じて、すぐさま役所。 裁判所、刑務所などが入居する合同庁舎を建設。翌年の7月4日に教養が開始した。しかし、ウィートン氏とネイパー・ビル氏の対立は続き、1868年には、ネイパー・ビル氏が旧裁判所に残る記録を、ウィートン氏の新裁判所に移動させることを拒否。その結果、ウィートン氏の退役軍人が現在、ミッドナイトレードと呼ばれる事件を引き起こした。 その結果、ネイパービル氏の裁判所にあった裁判記録は安全のためにシカゴに移された。そのままネイパービル氏はウィートン氏に対して議決のやり直しを求める裁判を引き起こした。しかし、1871年に発生したシカゴ大火により資料は消失。その直後にウィートン氏が軍庁所在地として正式に宣言された。 ウィートン氏の裁判所は1887年に69,390ベードルをかけて新築され、その後新館が建てられるまでの94年にわたって利用された。この旧裁判所庁舎はアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されており、2004年までは国立類大学によって利用され、現在は高級マンションとして利用されている。 1990年11月2日、裁判所は、旧庁舎から西に3キロメートル離れた場所に建設された新庁舎に移転した。新庁舎の建設には5250万ベイドルを要し、裁判所には3万平方メートルが割り当てられた。ウィートンセンター1950年代に、ウィートン氏は急速な発展を経験したが、1990年代に入ると、 人口増加の速度は減少した。また、1990年に裁判所が西に移転したことにより、市街地は一時的に衰退。しかし、近年は、高層マンションの建設によって、再び活気を取り戻しつつある。ウィートンのランドマークとして、有名な高層マンション、ウィートンセンターは57000平方メートルの土地に758個が入居する。 高層マンションで1975年に建設された。1887年にアルコール飲料の販売が禁止され、1985年に廃止されるまでの期間すべてのスーパー、コンビニ、レストランなどで適用されていた。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人種別人口構成世帯と、 家族年齢別人口構成以下は2005年から2009年の調査結果に基づく。ウィートン氏は2010年8月に CNN が発表した裕福な街トップ25にランクインしている。収入と家計ホイートン大学ホイートン大学がダウンタウンのすぐ東に位置する。福音派大学のハーバードとも呼ばれるこの大学は リベラルアーツ教育を求める経験なキリスト教徒の学生のための超教派の大学として知られている。また、キャンパス内には卒業生、ビリー・グラハムの活動とアメリカにおける福音伝道の歴史が記録された博物館やアメリカ同時多発テロ事件で死亡した3名の卒業生の異例のために2004年に建設された施設がある。イリノイ工科大学の応用工学部のキャンパスも 一致しているビートン公共図書館、ビートン公共図書館は同規模の都市の中では全米トップ10に入る蔵書数を誇る。2017年に実施されたリニューアル工事で新たに3階建ての別館が建設され床面積が約7000平方メートルから約1万1500平方メートルに増加した。2016年における所蔵数は 書籍389,566冊、電子書籍3,200冊、音声媒体36,621点、映像媒体22,393点など。ウィートンのイリノイ大草原の小道、コスリー動物園全米オープンや、全米アマチュアゴルフ選手権でも使用された、全米最古のゴルフ場である、シカゴゴゴルフクラブが、南部に位置している。 2000年に再建されたホイートン駅周内、鉄道メトラのユニオンパシフィック北線が通っており、カレッジアベニュー駅とウェストストリート駅という2つの駅が存在する。これにより、シカゴのオギルビートランスポーテーションセンターまで行くことができる。過去には、シカゴオーロラエルジン鉄道も通っていた。2016US、ギャザティアファイルズ、アメリカ合衆国国勢調査局。 2017年6月30日閲覧。City of Wheatin.Geographic Names Information System.US. Jobarojackle Survey. サイト WebTemplate では、アクセスデート、イコール引数が必須です。Wheatin City. イリノイファクトシート。2012年2月23日閲覧。Muwa, Jean.The Arrival of the Wheatin Brothers.From Tower to Tower. a history of wheatin, イリノイウィーティンイルゲイリーウィーティンバンク n k 億九百三十三万九千九百九十六 http コロンスラッシュスラッシュ www.oldplaces.org スラッシュ d u p a g e カウンティ wheatin, htm 2015年3月3日閲覧。ラピンスキージョンヒストリーオブズパゲカウンティ g エスコーシー・ユーです。ジャーナル・オブ・ザ・ズ・パ・ゲ・カウンティ・バーソシエーション。十二。http://www.dcbabrif.rg.vol ht。一二零九九九エ t さ html。二零一一年五月二十日。閲覧。チャーチ・ベル。千八百四 ファーストコングラデーショナル UCC ネイバービル2008年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年5月23日閲覧。アワーヒストリーウィーティンチャンバーオブコマース2007年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年5月23日閲覧。ケイ・トーマス・オー・ウィーティン エンサイクロペディアオブシカゴシカゴヒストリカルソサイティ2010年7月20日閲覧ウォーカップキャロリンハウゾライゼイヤーノットイーシングオブリカーローズロースイルイーテリーツーセルアルコールアウトドアーズネーションエスレストランニュース http コロンスラッシュスラッシュ f i n d a r t i c l e s ドットコムスラッシュ p スラッシュアーティクルスラッシュ m3190 ペイズ 1934i622156322011 年1月15日閲覧 population and housing unit estimate2019 年7月18日閲覧 census of population and housingcensus.gov2015 年6月4日閲覧 ab uscensusweb site アメリカ合衆国国勢調査局。2008年1月31日閲覧。トップ、アーニングタウンズ。cnnmoney.com。h t t p m o n e y c n n c o m g a l e r i e s 2 0 1 0 m o n e y m h e 1 0 0 7 g a l e r y b e s t o p p l a c e s t o p e a r n i n g ン o w n s m o 2五 h t m l 二千十一年一月十五日、閲覧。セレクテトエコノミックカレクタースティックス二千五二千九二千五から二千九アメリカンコミュニティサーベイ。Survey, アメリカ合衆国国勢調査局。二千十一年一月十五日閲覧。エリートウィーティンカレージスティル。エースクールオブエ a ディファレントソートシカゴサンタイムズ二千二十年四月十七日。 閲覧。ヒストリーオブザライブラリー。ウィーティン、パブリックライブラリー。2010年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年5月23日閲覧。ありがとうございます。